どうも、ドーズルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで、8月はね、ちょっととろ上げ月間ということで、自分の過去の最高トロフィー、4368を超えようと、今トロフィー上げ、久しぶりに頑張っているところでございます。結構ね、トロ上げ意識してみると面白いですね。村によっては本当にトロフィー一気にゲットできる村もあれば、全然トロフィーゲットできないみたいな、そういった村もたくさんあって、まあ、そこら辺もね、意識しながら今トロ上げ&資源狩りを頑張っているという感じなんですが、今日はすごいですよ。こちら見てください。攻撃ログ、なんとですね、今7連続全開中。やばくないですか。100% ということで、7連続で今全開を取れておりまして、まあ、かなり天狗になっていると言った感じでございますが、今日もね、ちょっと連続全開数をもうどんどん伸ばしていく、自己ベストじゃないか、7連続で全開ってなかなかなくないですか、本当に。といったところで、今日もね、全開しながらトロフィー上げちょっと頑張っていこうかなというところでございます。資源狩り編成でいいかな、次のもセットして、いきましょう。さあ参ります。よっしゃ、今日も全開取って、トロも上げてバリバリ頑張っていきましょう。なかなかやっぱね、トロ上がらないですね。もう20とか30とか来たら資源なくても行っちゃおうかな。前回取れそうで、トロフィー24とか来たらもう行っちゃうかもしれない。それぐらいもう、トロフィーも意識しながらね、頑張っていきたいと思います。トロを上げて、勝利ボーナス上げるっていうのもまた一つ手ですからね。まあでも資源の誘惑が来たらさすがに勝てない。資源が最優先。やっぱあれですからね、バルーンとか他のユニットとかもレベルが上がると、またもっと強い村も全開取れるようになってきて、最終的にはやっぱトロも上がりやすくなると思うので、あと村の強さもな、強くしていかないといけないですよね。もうずっと配置を変えてなくて、グリー事件があったじゃないですか。あんまり、まあ、言うのもあれだけど、グリー事件があって、まあ、そもそもグリー事件の前から配置もずっと変わってないから、あんま変わんないんだけど、結局ね、まあ、ちょっとこう配置の変えるのがめんどくさくなったりとかも含めてね、最近配置をいじってないので、星0で抑えやすい配置とかありますもんね。だってね、前回取りにくい配置もあれば、星一つも取りにくい配置みたいなのあるので、さあここどうでしょう。50万あるけど、タウンホール12で多分前回難しそうなんで、ね、スルーしましょうか。ちょっと厳しいよね、このレベルの村は。参ります。スルーします。どっちにしろ今トロフィーが5だったし、資源もね、多分マックスフルフルで取れないんで、まあ、そう考えると逆に美味しくない村と、ね、言ったところで、逆にそのタウンホール10とか11で資源そこそこでトロフィー高いみたいな村を今探しています。8連続目ね、うん、前回8連続行きたいんで。さあここはどうだ、日本の方だ。アスランといえばもうね、ガンダムシードを思い出してしまうんですけれども、どうしよっかな、悩むな。タウンホール12でしょ、強いんだよなヒーローが。いやー、やめとこう。ここもさっきと同じロジックで、多分前回取れないんでやめときましょう。ちゃんと冷静に前回取れるかどうかを見て、見極めて、資源が美味しいかどうか見極めにどうずれ。てかタウンホール12しかいなくなってきた、やばい。ちょっと待ってよ、これね、タウンホール12が今後どんどん増えてくると、まあ、前回はおろか、もしかしたら星0で終わっちゃうみたいな。星0はないか、さすがに。星0なければね、トロフィー落ちることないんで。てか怖いよね、トロフィー。この村とか、プラス7とマイナス35でしょ。もう星0で終わった時の絶望たるやですよね。うん。星0で終わった瞬間もう、何時間かプラスでトロ上げしないともう、振り出しに戻るみたいになっちゃうんで、クラクラのトロ上げは本当にスリリングですね。さあ、ということで、なかなかいい村が見つかっておりませんが、4か。いやー、ちょっとな。トロフィーがだんだん上がりにくくなってるのかな。てか、こっから上はそういう戦い、勝ってもプラス2とか、プラス3とか、そういう戦いになってくるのか、どうなんだ。いや、さすがにまだタイタン行ってないんで、タイタン行ってでも、まだ馬村出てきますよね。あー、ここで妥協するかどうか。ここだったらトロフィー5で、資源も多分全開取れるんですよね。いや、さすがにもうちょい狙っていきたいけど、でも動画でずっと永遠に雲の中を、私のおしゃべりとともに皆さんをね、空中飛行させるのも良くないからな。雲旅、もう雲雑談動画になってますよ。はい、雲の中を雑談しながら渡り歩く動画になってますが、あ、日本の方だ。これどうですか、まあ、ちょっとしんどいけども、ここら辺で我慢するか、ここら辺で我慢しますか。トロフィー5
5か5かちょっとごめん、もう一回、もう一回、もう一回、次悩んだらもう行くわ。次悩んだら行きます。ごめんなさい。あ、トロフィー6。1位上がりまして、ここだったら全開絶対いけるから、ここ行きましょう。全開命で行きます。参ります。もう悩んだら行くってさっき言ったんでね。まあ、アチャクイとりあえず処理して、ババキンで中入れてって、さあ、ババキンちゃんと中入れよ。OK。アチャクイ、相手のアチャクイにね。寄せられてババキンも中に入りました。あ、これかなりいいんじゃない。アチャクイがちょっとそれそうだけど、あ、でもババキンがそれるかな。このままババキンがそれてアチャクイが中に入るパティンですね。さあ、バルーンが中から出てきて、お、対空トラップも吸ってくれる。素晴らしい。いいですな、いいですな、悪くないですな。で、アスイも処理できて、ワンチャンこれアチャクイが対空王までいかないかな。さすがにそこまでは期待しすぎ。いや、きつい。このエアースイーパーじゃないわ、スケルトントラップにクロークを使わされるのがきつい。いやー、ちょっと微妙でしたね。さあ、対空砲3本残った状態で、さあ、こっからです。行きましょう。どういこうかな。結構対空砲が中に寄ってるんで、一気に中心部バルーンまで通していきます。ガッとガッといって、ガッといって、まあ、いつも通りですね。ここもガガガガッとガガガガッとガーゴイルを出しながら、さあ、中心部レイジー、中心部レイジーで、今回はフリーズが4枚というね、謎編成なので、最近多い謎編成、フリーズをガンガン使っていきまして、ヘイスト、フリーズ、フリーズをガンガン使っていきまして、タウンホール10だともうちょっと呪文余っちゃうな。グランドオーデンがもうちょっと中心部に行けば、エターナルトームをどっかいいタイミングで使っていきたいけど、その機会はなし、その機会はなしです。前回余裕でいっちゃいました。あ、ちょっと待って、やばいか、やばい、ガーゴイルが全部ウィズ島にやられてしまって、三次方向の謎残りしてますね、ウィズ島が。あのウィズ島でちょっと時間切れの懸念が出てきてしまった。大丈夫かな、さすがに。だってグランドオーデンがあっち行きますな。あっち行きまして、さあ、こっから起因しますよ。こっから、さあ、追いついて、追いついて起因します。はい、起因して、禁止したらグランドオーデン自体もね、攻撃を受けなくなるので、まあ、そうなると、ヒーローの回復時間が節約できると言ったところで、まあ、前回行けました。 OKOKOK、まあ、これでトロフィー6ですからね。果てしない、1日33ずつトロフィーを稼いでいかないといけないので、果てしない戦いになりますが、これで8連続全開ありがとうございます。まあ、タオル10全開しても何もすごくないよ、何もすごくないけど、まあ、でも小さなところで自分を褒めてあげる、それが大事です。はい、トロ上げも何でもそう、何でもやっぱりこうね、下げる、あの、自分を褒める、あの、ハードルを下げてあげることが、あの、人生幸せに生きるコツなんで。皆様実践していきましょう。さあ、ということで、いや、ちょっともう一戦行きたいな。おお、ライトニングドラゴン来た、珍しい。ライトニングドラゴン全然使ってねえな。あの、私自身もあんまり生成してないし、レベル3かかっこいいな。レベル3のライトニングドラゴンちょっとうまく使って、いい感じにしていきたいですね。ヒーロー回復までちょっと時間があるんで、もうここはポチりましょう、ポチりましょう。さあ、行きますか。続いての編成はもう編成できてるので、参りたいと思います。行きましょう。次はちょっとオートロ当てたいな。オートロって、クラクラワードで、あの、昔からありますよね。オートロ食べたいみたいな感じで。オートロちょっとね、ゲットして、まあ、ここは気持ちよく終わりたい。9連続全開で気持ちよく終わりたい。参りましょう。だんだんやっぱりトロが上がっていけばいくほど、この雲の時間が長くなっていくんで、まあ、ちょっとクラクラの、動画、この動画を見てる方に、あの、テーマを募集します。はい、私の、この雲の時間に、ああ、ここすごい、ちょっと待って。ここでも前回無理かな、ワンチャン行ってみる。ライトニングドラゴン入ってるよな。ヒーロー、相手のヒーローは、こっちのヒーローだけで処理できます。対空砲一本工事してないかな、いや、してないな。ちょっと待ってよ。考えさせて。ババキン、アチャクイ。相手のアチャクイをとりあえずアチャクイで処理して、対空砲まではいけないよな。いや、難しい。難しみが深い。でも行きましょう。プラス19。絶対に星0で終わらせない。それだけは約束しよう、みんな。いきます。エアスイーパー、こっち側から行くのがいいんで、ガン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 。あー、でもない位置にエアスイーパー置いてるな。行きましょう。さあ、レッツゴー、レッツゴー。さあ、ババキンが相手のアーチャークイーンの方に寄ってって、さあ、相手のアーチャークイーン処理。
で対空砲もねこっちのアチャクイで処理していきたいんですけれども、空パートも進めていきましょうか。いや空パートちょっと早いか、いや厳しい、ちょっと待って、対空砲の処理までいかなかった。全然やっぱ村が強いとこんなに違うのっていうぐらい強い。ちょっと待って、やばいやばいやばい、早くももう終わった臭い。いやでも今回はライトニングドラゴンいるから、みんな信じてライトニングドラゴンのこと。参ります。ここヘイストヘイストでスピード命でいきましょうか。ガッとガッとスピード命、まあ、ソロはスピードって誰か偉い人が言ってましたからね、ソロはスピード命です。さあエアースイーパーも何のその中心部でライトニングドラゴンが暴れていく。さあこれでキーンやって、キーンやってライトニングドラゴンがやられてしまった。オッケー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 、いい感じいい感じで、フリーズが3つあるんでここは早めにフリーズを落としてヘイストもかけていく。いやレイジがちょっと無駄になってる。やばい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 、全然いい感じのレイジが打ててない。さあ中心部いいですね、対空砲が残り2本残ってるけど、あー厳しいか、頑張れ頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。あちょっと厳しかった、今のレイジは意味ない。なんとか星0は抑えたけど、まあ、せめてこのね、タウンホールを破壊してあれを伸ばしたかったな、トロフィーを。いや残念でした、あれでしたね、ちょっとあれしすぎたわ、あの呪文を温存しすぎました。やっぱ空はスピードが命なんで、まあ、がっつりこうダダダダってでもこう呪文をねもうとりあえず先打ちしていくっていう意識で、やっていきたいと思います。ただ見てください、トロフィーが結構上がりまして3920、いいペースですよ今のところ。1日30ずつ上げていくっていう目標も達成できてるし、まあ、こっからだんだんね上げにくくなると思うので、まあ、雲ゲーが続くかと思いますが、まあ、ぼちぼち、頑張っていきたいなと思います。いいですね、久しぶりにトロ上げするとまたなんか心機一転というか、楽しいね、感じでできてると思うので、また、明日もやっていこうかなと思います。皆さんもぜひぜひ楽しみに待っていてくださいということで、皆さんのねトロフィーとかもぜひ教えてください。どれぐらい多いんだろうな見てる方、結構ね最近クラクラ始めましたみたいな方もコメントにいらっしゃいますし、まあ、逆にねもう歴戦の猛者でドズル、ひよっこドズルよと、もっとこうやってやるのじゃみたいなベテランの方もいらっしゃる。結構ねいろんな方が見てくださってるんじゃないかなと思いますが、ぜひね皆さんのトロフィータイとかもコメントしていただけると親近感が湧いて面白く、見ることができるので、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。ということでじゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。